Studios。 どうも皆さんこんにちは、マミムーンです。ということで、マインクラフト Java 版に新たなバージョン 22W13 ワンブロックアットアタイムアップデートが来たので紹介していきます。このアップデートを配信するにあたり、これまで予定されていたワイルドアップデートなどの開発をすべてキャンセルして、昼夜問わず今回のアップデートに取り組んできたと開発者は語っています。このアップデートではマインクラフトからすべての紛らわしい要素を取り除いたとのことです。ではどういったものなのか見ていきましょう。通常のマインクラフトと変わりがないように見えるんですが、はい、このようにね、プレイヤーがモブを持ち上げることが可能になっているんですね。さらに一人称では両手が出現していて、ブロックをこのように両手で持ったり置いたりすることができます。さらにね、遠くからブロックを投げて配置することもできます。そしてインベントリが消えているため、ブロックを一つずつしか持つことができないので、成長する際はこんな感じにブロックを取ったら投げ捨てるという感じになりますね。そしてサバイバルでは中心に体力ゲージしか表示されていません。これまで通りブロックを破壊して回収することはできますが、このブロックをクラフトすることはできないので、置くか投げるという手段でしか手が空きません。そしてもう一つの仕様として、このように冒頭でもお伝えした通り、モブを何匹も重ねて持ち運ぶことができます。そして重なった状態で投げることができるんですね。マインクラフトでは見たことない光景が見れます。他にも泳いでるイカをこのように重ねることもできます。続いてはね、村に行って様々な内容を見ていきましょう。まずはね、村のドアなんですが、こちらもこんな感じに回収できます。そして投げるとかなりの距離を飛んでいき、これまでのアイテムとは異なった形でドロップします。そしてね、先ほどは動物を持ち上げていましたが、このように村人も重ねて持っていくことができます。解き放てば重なった村人も見れますね。またゴーレムもこのように軽々と持ち運ぶことができます。今後ね、ゴーレムの移動も非常に簡単になりますね。このように持ち運んで必要な場所に投げることができます。またその辺に生えてる草はこのように手で持って、再度投げると白黒のアイテムとしてドロップします。村人との交易なんですが、これまで通りエメラルドを渡そうとしても村人は取引をしてくれません。このバージョンからエメラルド鉱石を渡すことによってアイテムを交換できます。これはサバイバルでエメラルド鉱石をエメラルドにすることができないため、このような仕様になりました。他にも面白い仕様がたくさん追加されています。ミツバチをこのように手に持てば、サバイバルでも浮遊できるようになりました。これで今後水を渡る際も非常に楽になりますね。再度放てば降りることもできます。またコウモリでは浮くことができず、このように沈んでしまいます。ニワトリはふわふわと低速落下になりますね。続いては樽の仕様変更です。樽を真上に投げると自分に戻ってきた際、樽をかぶれるようになりました。そしてかぶるとこのように視野が少し狭くなり、樽の隙間から覗いている光景になります。またシフトを押すことによって完全に樽に擬態することができ、この状態で逃げ回ることもできます。ちょうどいいね、場所を見つけたらシフトを押してブロック化、また移動してシフトを押してブロックになるということができますね。もちろんマルチでの見た目もこのような感じになり、お互い樽になることもできます。ただプレイヤー同士の樽が2段になることはありません。またね、樽をかぶった状態だとお互いがどっちを向いているのかが全くわからなくなります。ガラスはこのようにシルクタッチがなくても素手で回収することができ、投げ捨てるとこのように割れてしまいます。羊毛の回収方法は羊を投げるだけで、はい、このように回収できます。また投げるブロックによって攻撃力が変化していて、このように普通のブロックでクリーパーに当てると3回で倒れましたが、ネザライトなど硬いブロックで攻撃すると一発で倒れます。またスポーンしているニワトリの卵も大きなアイテムとしてドロップしています。またバケツで水をすくおうとしても、このようにバケツが置かれてしまうか、水中にバケツを投げ捨てるという選択しかありません。また泳いでいる魚も素手で回収することができ、これまでにないビジュアルで立体的な魚を持てます。ただ空気にさらし続けると死んでしまい、アイテムが飛んでいきます。それを回収して食べることはできません。ただね、空腹ゲージがなくなった今、この魚を食べる必要はないですね。 T
TNT を投げると爆発するのかということで投げてみましたが、爆発しません。続いてはね、コマンドで大量のブロックを出してみましょう。そうするとプレイヤーは一つのアイテムしか持てないので、余ったアイテムがブロックとして散乱します。真上から見てみるとこんな感じです。はい、四方にね広がっているガラスが見えます。またよく見てみると、これまでにない形でブロックが重なっている場所もありました。続いてはね、アイテムを出してみましょう。はい、ダイヤの剣が巨大なアイテムとして大量にドロップしますね。もう重なりすぎてテクスチャーがバグっています。続いてはエンドに行ってみましょう。エンダーマンは様々なアイテムを手に持っています。またエンダーマンの近くにブロックが落ちていることもありますね。こちらは溶岩入りの大釜です。他にも豚のスポーナーなどがありました。またエンダードラゴンを他のモブと同様持ち上げることができるのかなと思ったんですが、これはできなかったですね。続いてはエンドクリスタルです。エンドクリスタルはクリックをするとこのように持ち上げることができました。ただ遠くに投げようとしたらね、その場でポコッと浮いてしまいました。またいつからかわからないんですが、ガラスをかぶっていました。そしてエンドでベッドを爆発させるとブロックがこのように飛び散るんですね。そしてこの炎を持って投げることも可能です。一人称で見るとこんな感じです。まるでね、魔法使いになったような気分が味わえます。続いてはネザー関連について見ていきましょう。ネザーポータルにファイヤーチャージでゲートを作り、このゲートを壊すと一見何も起きてないように見えるんですが、実は手にネザーゲートのポータルを持っていました。パッと見このポータルでもネザーに行けそうなんですが、こちらはただのアイテムなので何も起きません。ネザーにベッドを置いて爆発させるとブロックが飛び散り、ネザーレンガのアイテムやクォーツのアイテムが巨大な形でドロップしています。そしてマルチでプレイヤーを持ち上げられるのかというと、はい、このようにね持ち上げることが可能です。これで放置しているプレイヤーをこのように連れ回すことができます。もちろん投げ捨てることも可能です。またプレイヤーがプレイヤーにアイテムを投げつけると、投げつけたアイテムがそのプレイヤーの頭にくっつきます。今回のアップデートで様々な遊びが体験できそうですね。ということで、いかがだったでしょうか。今回は現地時間のエイプリルフールアップデートということで、内容は全て嘘なんですが面白い内容になっていました。動画を気に入っていただければチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。